ローの聖母は1664年から1718年にかけて発生したフランスの若い羊飼いだったブノワット・ランキュレルへの聖母の出現を言う。これらのご出現は2008年5月5日に教皇庁に承認され、ベネディクト16世に2009年4月3日、数形を承認された。南フランスのアルプス山脈の麓にあるドーフィネのギャップの南東に、 の谷が位置する。1666年、村落は20の家庭がほとんど小屋で集まった状態で保持されていた。住民たちは聖母の自体告知に捧げる教会を建てた。ブノワット・ランキュレルは1647年9月16日にサンテティエンヌ・ダ・バンソンの3人兄弟の2番目として生まれた。ブノワットが7歳の時に父親を失ったため、 一家は経済的に貧窮していた。子供たちは生活のために働きに行かねばならず、ブノワットも羊会として雇われた。信心深い一家の一員である母親が教育の一環として祈りを教えており、ブノワットは教会でミサに参加していた。ブノワットは日曜のミサ説教の中で聖母について知り、深い関心を持った。ブノワットが12歳の時に、 一家の経済状態はさらに悪化し、ブノワットは羊飼いとしての働き先を一つ増やした。1664年5月ブノワットが17歳の時、羊飼いとして働きながらロザリオの祈りを唱えていると3世紀の巡礼者であるセイモーリスの出現を受けた。セイモーリスはサンテティエンヌの上にあるキリヌの谷で聖母に会えることをブノワットに伝えた。 サンコンテエンヌルローの教会同年5月16日にブノワットが羊を連れてキリヌの谷に向かったところ聖母子に対面した。ブノワットは後にマリアが名乗るまで二人が聖母子だと気づかなかった。二ヶ月後に聖母はブノワットに話しかけ始めブノワットに聖母、マリアの連闘などを教えた。ブノワットはその祈りを サンテティエンヌイコールルイコールローの少女たちに教え、毎晩、教会で少女たちと共に唱えた。8月29日、夫人は自分が聖母マリアであることを告げ、ブノワットの使命として罪人を改心させるように働きかけることと、そのために神はブノワットに人の心を読み取る能力を授けたと伝えた。聖母はブノワットに、 呂でいい香りのする場所にて聖母を探すように伝え、ブノワットはそれに従った。ブノワットは呂でボンランコントルの聖母に捧げられた古い聖堂を見つけた。聖堂は荒れ果てていたため、聖母はそれを立て直すことと罪人の改心の場となるよう願った。また聖母はブノワットに正紀から出る油は巨弱なものが自分の取りなしを信じた上で問いを受けるならば、 奇跡を起こすとも教えた。牢の聖母バジリカローの聖母は罪人に償いをする、要求め、イエス・キリストが罪人を改心させることができる、要、生体配慮の聖堂が建てられ、司祭たちが罪人に奇跡を与えることができるよう、司祭の家が建てられるよう望んだ。ブノワットに与えられたメッセージの中心は、自分自身と他の人々で神と完全な和解をもたらす魂の会話である。 2008年、ギャップの司教であるジャン・ミッシェルド、ファルコ・レアンドリは、ローの聖母と、罪人の避難場所を公認した。2009年、教皇ベネディクト16世が数形を、認めた。カトリック教会、その他アンティーク販売店等では、ラウスの聖母の呼び名も一部普及している。聖モーリスは近郊に、彼に捧げられた聖堂があるほどローにおいて、尊敬されていた。ありがとうございます。